ドラゴンバスター、黄金カセットが印象に残る、ナムコのアーケードからの移植です。ハイヤーだけでなく、火柱や地震など魔法が増えたり、体力回復などのサポートアイテムなど、ファミコンオリジナル要素が増え、アクションが RPG らしくなり、面白さが増しています。操作もジャンプが上キーではなく、ボタン操作になったため、2段ジャンプやカブト割り、垂直切りが、出しやすく、プレイしやすくなりました。裏技で裏ドラゴンバスターがあり、そこで助けた女性は、すべて水着のため、子供のくせに興奮してました。ファミコンで続編が発売されましたが、ちょっと期待外れな感じもありましたよね。あと、PS2 のテイルズ・オブ・ジ・アビスで、ミニゲームとして、テイルズ・オブ・ドラゴンバスターという作品も遊べますので、興味があれば遊んでみてください。MSX からの移植作品、ファミコン初の AI 搭載ソフトとして登場しました。このゲームは難易度が高めで、特にマニアの間での人気が高い、傑作縦スクロールシューティングゲームです。特徴は ALC システム、自動難易度調整を採用しているところです。タイトルにある AI はここから来ていて、プレイヤーの挙動によってゲーム展開や難易度が劇的に変化していきます。パワーチップを取ることで使用できる7種類のサブウェポンはどれも個性的で、それぞれ使いこなしていく楽しみがあります。他にも画面いっぱいに広がる敵と敵弾や、目が回るほどの高速スクロールに、良質な BGM とグラフィックで、ハマる人が続出しました。独特の世界観のゲームで、システムも癖は強いですが、何度もプレイしたくなる奥の深いゲーム。海外でも人気があり全世界で、100万本を超えるセールスを記録しました。の書、アーケードで出た対戦アクションです。心眼システムという音ゲーに似た、タイミング重視の操作で、アクションが苦手でもプレイしやすく、慣れてくると香港映画のような、カンフーアクションが楽しめます。奥義の書を奪った、竜の牙という組織と戦うストーリーで、敵が潜む格闘大会までの道中が、追加されています。奥義の書を取り返すためには、決めれた方法で対戦相手を攻撃して、選手に化けた竜の牙の正体を、暴く必要があり一筋縄ではいかない、スリルがあります。続編も色々出ており、韓流ファンタジーみたいになっていくので、機会があったらプレイしてみてください。
工の源さん。大工の源さん、といえばパチンコ。思い出す人の方が多いかもしれませんが、もともとはアーケードゲームで発表され、後にファミコンに移植されました。江戸っ子源さんが下町を舞台に、悪徳建設会社、黒木組の壊滅を目指して、一人立ち向かうというストーリー。木槌を武器に敵を殴りまくる、横スクロールコミカルアクションゲームです。右に進んでボスを倒せばステージクリア。アイテムには、スーパードリンク、攻撃力アップ、ヘルメット、残りライフ1で即死回避、ニッカボッカ、ジャンプ力アップ、等があります。ステージクリアごとにボーナスステージあり、ポイントによってアイテムをゲットできます。ゲーム開始時に、行くぜ。ゲームオーバー時に、てやんでい、という、ゲンさんの声もこのゲームの魅力となってます。ハンマーでバシバシ敵を倒せるので、ストレス解消にちょうど良い作品。当時ファミコンでプレイできるだけで、嬉しかったです。アーケードとはいろいろ違いますが、全然楽しめました。おすすめゲームの一つです。ちょっと難しいけどね。テラクレスタ。日仏の得意とする。時期が合体する。シューティングの2作目で、アーケードからの移植になります。時期は途中出てくる味方機と、合体することでパワーアップしていき、最後は一定時間無敵になる火の鳥になります。これが難しくて、火の鳥になった記憶がないです。計4回合体できますが、当たり判定が大きくなって、難易度が上がるので、一度攻撃を受けて合体を1段階、落としておくことがポイントになります。ファミコンオリジナルの要素としては、分離攻撃した時のフォーメーションと攻撃の方向をエディットできます。2、5号機を四角に配置すると、攻略しやすいと思います。あと、ファミコンでは数少ない、ネームエントリー画面があり、よくスコアアタックをして、友人と名前を塗り替え合ってました。影の伝説。当時たけし軍団が CM に出演していたことで有名な忍者アクションで、アーケードからの移植になります。様々な忍者ものをモチーフにしており、雷や火炎、刀でのつばぜり合いなど、演出がとても凝っていて、BGM と合わせて、とてもかっこいい作品です。ただ、最近のゲームみたいに、ライフ制ではなく一発死のため、アーケード版は難易度が高かったため、ファミコン版では、様々なアイテムがあり、クリアしやすいようにしてあります。ですので、プレイ開始直後に、その場でジャンプしながら忍者を倒し、最低でも水晶玉を一つ手に入れてから、進むとやりやすいと思います。ファミコン版でシステムを受け継いだ作品や、様々なハードで発売されていますので、違いを楽しむのもいいかと思います。ファンタジーゾーン。セガの名作を、ファミコンの限界に挑戦して、サンソフトが移植した作品です。1年先に出たマーク3版では、登場しなかった、クラブンガ・アウインクロンといった、再現の難しいボスが出現して、なおかつ上下左右スクロールするなど、処理落ちなどを抜きにすれば、アーケードを見事なほど再現しています。難易度は高めですが、落ち着いて基地を一つずつ、破壊してきっちりお金を稼げば、
ショット系の武器が購入できるので、クリアしやすくなります。それと合わせて連射コントローラーがあればかなり便利です。BGM も名曲揃いなので、ぜひ聴いてみてください。当時シューティングなのに、お金の概念があり、買い物でパワーアップってのが、斬新で面白かったですよね。俺たちしかできないプレイを